ユーマ、オーパーツ、賢者の石、ポルターガイスト、ドッペルゲンガー。世の中には人間の常識で測らないことが山ほどあるのを知ってる？私の名前は伊藤みやび。朱雀高校2年、所属は超常現象研究部。今私が抱える最大の研究課題はキス。我が超常現象研究部にはキスすると人格が入れ替わる部員がいるの。この謎を解明するのは目下私の最大の使命よ。描いたこんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほど地図けダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、愛してる。部費がおりねえか。そう、お金、この部が活動するための資金よ。生徒会長に何度も掛け合ったんだけど、関係ない話ばっかりで、いくら待っても本題に入らないの。悔しい。あいつか。資金ね。つうかそんなもんこの部に必要なのか。そうね、山田くんがいれば大抵のことはなんとかなりそうだものね。俺は便利道具じゃねえんだか。あんたたち何にも分かってないのね。資金さえあればここをもっと物質らしくできるのよ。別にこのままでもいいけどな。シンプルで気に入っている。それはあんたたちがむっさい男子だからでしょ。せっかく理想の物質ができると思ったのよ。理想の物質。そう、研究のための資料や道具はもちろん、お茶を飲むためのポットにソファー、それにテレビだって購入できちゃうんだから。なるほど、それはいいかもしれん。便利で楽しそうな物質になりそうね。でしょ。けど部費が降りないんじゃ夢のまた夢だわね。ちょっと待て、それは電子レンジもか。あ、ちょ、電子レンジを買ってもらえるのかって聞いてんだ。あ、電子レンジ。そう、電子レンジさえあればな、昼休みに冷たいパンや弁当を食わずに済むってことだろうがよ。お前案外食にうるせえやつだったのな。そりゃあレンジがあればプラズマとかの研究もできるし。よし、決めた。俺が会長から武器をいただいてきてやるよ。さあ行くぞ宮村。なんで俺まで。てめえも生徒会役員だろうが、加勢しやがれ。やれやれ、俺は無駄だと思うがな。うわ、くら！会長さんよ！てめえ、条件部の部費が降りねえってどういうことだ！あ！おやおや、僕にお客さんかな？なあ、お客だよ。今の聞こえたろ？部費だよ、部費。
なるほど。あくまで部費はやらねえってわけだな。ん？君は誰かな？あ！すまないな、会長。こいつが例の山田だ。今は俺と一緒に超常現象研究部で活動してる。ああ、はいはい。そっかそっか。これは絶対覚えてねえな。どういうことだよ。さっきから聞く耳すら持ってねえぞ。うちの会長は無類の女好きでな、男には全く無関心なんだよ。なんだそりゃ。おそらく伊藤さんの時は散々無駄話をされた挙句断られたんだろう。はあ、そんな奴がよく生徒会長になれたな。うちの生徒会人事は前任者の完全指名制だからな。なるほど、わかったぜ。よう、会長さんよ。俺の名前が覚えられねえってんなら今ここで覚えさせてやってもいいんだぜ。ビビってやがるな。そうだね、覚えておくよ。おお、覚えとけ。ところで鈴木くん。鈴木じゃねえ、山田だ。僕に何か用かな。クソが、あの野郎絶対許さねえ。だから言ったじゃない。ここはおとなしく諦めるんだな。いや、まだだ。ん？まだ策はある。ちょっと、なんなのよこれ。私が宮村で、うららちゃんが山田、山田がうららちゃん、そして宮村が私って、一体どういうつもりなの。決まってんだろ。今度はこの状態であいつと交渉しに行くんだよ。明暗だ、山田にしては。なんだと。でも私が言っても無駄だったのよ。バカ野郎、女には男心ってもんが分かんねえんだよ。行くぞ宮村。失礼します。こんにちは、超常現象研究部の白石うららです。同じく伊藤みやびよ。私たち部費の交渉に来ちゃいました。なんだ、誰か来たのかと思ったらまた山田くんか。やだ、違いますよ。なんだって。俺が入れ替わってることを知っていただ。ま、そういうことになるのかな。だよね宮村くん。俺までバレてるのかよ。推測はしていたんだけど、確信したのはさっきかな。だって君たち二人からは女の匂いがしないからね。僕の鼻はごまかせないぞ。その割に今度はまともに相手してくれんだな。外見が女なら中身が男だろうと関係ないらしい。ところで僕に何か用かな。だから部費の交渉に来たんだよ。なるほど、いいよ、部費は出そう。うわ、ただし生徒会の抱える問題を解決してくれたらだけどね。遅いわね。何をしているのかしら。うららちゃんは気にならないの。別に。実に憂慮すべきことだ。我が朱雀高校で学年1位の白石うららが進学を希望しないなんてことは学校全体の損失と言っていい。つっても家の事情とかいろいろあんだろう。ところが保護者も進学を望んでいるという話だ。つまりあいつ自身が行きたくねえって思ってるってことかよ。その通り。そこで白石うららが進学を拒む理由を調査し、ぜひとも説得してほしい。っていうか、なんで生徒会長のお前が説得しねえんだよ。そっちがいた方が白石だって話を聞くんじゃねえのか。僕が交渉に当たってもいいが、猿呼んどころない事情があってね。呼んどころ。どうかね、君と白石君の仲なら簡単な話だろう。部費も生徒会長特権で奮発したっていい。どうかな、この提案受ける？それとも受けない？
嫌よ。なんでお前頭いいじゃねえかよ。もったいねえだろ。だから進学する必要を感じないの。一人でも勉強はできるもの。ダメか。ちょっと待ってよ、うららちゃん。うららちゃんが断ったら部費はどうなるの？ごめんなさい、伊藤さんには悪いけど。待って、白石、ああ見えて頑固だからな。ああ、やっぱダメかしら。ああ、そりゃ無理強いはできねえしな。ああ、ちょっと聞いてるの？ほかほか焼きそばパンになるか、冷え冷え焼きそばパンのままか、大事なとこなんだぞ。わかってるよ。あら、超常現象研究部が物質をほったらかしにして何をしているのかしら。おだぎ、お久しぶり、山田君。お前は牛尾。二人とも知り合いなんですってね。驚いたぞ、まさか山田が宮村の犬になり下がっていたとはね。誰が犬だ。忠告してやるよ、次期生徒会長になるのは小田切ねねだ、宮村じゃねえ。くだらない部活動にかこつけて遊んでいられるのも今のうちってこと。行きましょう、牛尾くん。ああ。何あの二人、山田、五十嵐牛尾と知り合いなの？まあちょっとな。それに小田切ねねも何なの？宮村と同じ生徒会副会長でしょ。なのにあの態度。何なのよ、言いなさいよ。あいつは俺と次期生徒会長のポジションを争ってるんだ。争うって、確か生徒会長は完全指名制だって。そう、白石うららを進学させられればミッションクリア、そうでなければ俺が生徒会長になる可能性はかなり低くなる。なんだって、そんなことあるんだよ。待て、ってことは俺はお前の点数稼ぎのために白石を進学させようとしてるってことか。ひどい、そんなからくりがあったなんて。そうとも言えるが、そうでないとも言える。どっちなのよ。生徒会のミッションはミッションとして、俺は同じ超常現象研究部の仲間として白石に進学してもらいたいんだ。宮村、意外と暑苦しいやつだったんだな。それに山田、お前だって電子レンジが手に入る。電子レンジ、お互いいいことずくめの願ったり叶ったりじゃねえか。いや、やっぱり断る。お前ら生徒会の争いに巻き込まれるなんざごめんな。山田、待てよ。山田、お前はもうやるしかねえんだよ。ああ、どういう意味だ。うちの会長はとんでもねえタヌキなんだ。引き受けた方が身のためだ、さもないと。なんだよ。生徒会長の権限を持ってすればできないことは何もない。廃部の決定すらな。いいだろう。だったら今回は生徒会長の思惑に乗ってやろうじゃねえの。ではこの問題に関連して皆さんにはおなじみの公式かと思います。とは言ったものの、白石本人が行きたくねえって言ってんだよな。起立。どうすっかな。山田君、話があるんだけど。山田君、私と入れ替わってほしいの。別に構わねえけど。どうしたんだ白石のやつ。なんでこんなに顔がほてってやがんだよ。ああ、白石さんが風邪をひいてただって。どうも様子がおかしいとは思ったんだが、
入れ替わってみたらこのざまよ。やだ、熱あるんじゃないの？しかもちょっと用があるとか言ってそのままいなくなっちまってよ。まんまと騙された。よし、ここを俺が解放してやろう。やめろ。ちょっと何してんのよ。早く元に戻った方がいいんじゃないの？いや、そいつはごめんだね。体調不良で堂々と授業がサボれるんだぜ。あんたサボるのにどんだけ体張ってんのよ。じゃあ俺が一緒に寝て温めてやるからな。いい加減にしろよ。お、どうしてうららちゃんこんなに具合が悪いのに学校に来たのかしら。確かにな。なんだお前ら、そんなこともわかんねえのか。あいつが学校に来た理由はな、俺と入れ替わって勉強するために決まってんだろうが。なるほど、入れ替わりにそんな使い道があったとは。さすがうららちゃん。お前らちょっとは俺の心配しろよな。お前家へ帰れ。俺んち昼間は誰もいねえ。山団地じゃねえよ。チャンスだぜ。見た感じ普通の家だな。マジで勝手に侵入する気かよ。誰かに会ったら俺は彼氏って設定だからな。私は親切なクラスメイト。つか風邪で早退したって設定なら俺一人で十分だろ。よし、開いた。レッツゴー。全然話聞いてねえよなお前ら。ただいま。誰もいねえみてえだぞ。なんというか普通のお家って感じね。おお、うん、意外と可愛い部屋に住んでるな。もっと優等生っぽいのかと思ってたわ。言っとくが、二人とも絶対荒らしたりするなよ。いいな。ああ、いいな。全然うまいこと言ってねえから。いいね。いいと、お前まで。お、いいって。どんな小さな情報も見逃すわけにはいかないからな。お前らもう出ていけ。俺が一人でやる。やべえ、熱が上がってきた。白石の匂いがする。ちょっと山田くん。うわ、一体どういうこと。どうして勝手に家に帰ったりしたのよ。はあ、いや、てめえが風邪ひいた体俺に押し付けていなくなったからだろう。私は先生に提出物があったから、ちょっとあなたの体を借りただけよ。だったら初めからそう言えよ。だからちょっと待っててって言ったじゃない。何がちょっとだ。そんなことならてめえの体で提出しに行きゃよかったんだよ。そんなことしたら先生に風邪ひいてるのがバレるでしょ。さてはお前、バレたら帰れって言われるから。いいから早く元に戻って。大丈夫かしら。うららちゃん怒ってたみたいだけど。しかし呆れたぜ。そこまでして勉強がしてえとはよ。そんなに授業に出ることが大事か。そんなに授業が大事なら大学だって行きゃいいじゃねえか。そうじゃない。勉強しかすることがないだけよ。だって学校にいても家にいてもどうせ一人だし。少し寝たいからあなたは帰って。今日は勝手に帰ったりして悪かった。
俺、この高校に入ったこと後悔してたんだよな。なんてつまんねえとこなんだろって。けど最近はちょっと面白いかもしんねえって思い始めてる。大学も面白いのかな。まあどうでもいいけどよ。白石、俺大学目指してみるわ。だからお前も一緒に行こうぜ。あの白石うららが大学に行く気になっただと。ああ、そいつはすごいぞ。虎之助くんの株が急上昇ね。けどどうやって。教えねえ。できた。え、どういうこと。ラップで密封したままだからじゃない。加熱のしすぎだろ。カッチカチだわ。そういや山田は念願の電子レンジが来たってのに。俺の焼きそばパン。どう、入れ替えるんだ。君に染まるキャンディー、めくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい。台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくって、制服の下秘密の眼差し来てくれたね山田君。大事な話ってなんだよ。次回山田君と7人の魔女、山田のことが好きになったみたい。でも何って。この告白受ける？それとも受けない？受けるわけねえだろ。